はい、どうも皆さん、ハッピーメリークリスマス。だけど俺はクリボッチだから、あ、ハッピーメリークリスマス。クラクラジャンヌのーゲスケのーゲスケッポーということで皆さん、クリスマスね、いかがお過ごしでしょうか。私ですけどね、もちろんですね、この昨日とね、今日ですね、イブもクリスマスもね、もちろん予定がございません。で、そんなね、今年もクリスマス予定がない私、ケンスケ。今日は何をお受けするかと言いますと、皆さん、朗報でございます。もうね、知らない人は損ですよ、今日。もう本当にそう。なんとなんとよ、今回の行商にですね、イベントやってきてまして、旅商人ホリデースペシャルっていうのをやってきてまして、毎日ですね、旅商人がいろんなね、マジカイテムを、タダで、無料で、プレゼントしてくれるんですよ。で、今回はこちらですね、はい。なんと、ヒーローの本が無料でございます。よいしょ。これはもうめちゃくちゃ嬉しいですよ。ね、こういう風にですね、ツイッターやってなかったりとかね、あれ知らなかったっていう人のためにですね、こういう風に動画でね、皆さんにね、教えていきますんでね、ぜひともまだチャンネル登録されてない方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。そうですね、クラクラ実況メインで日本人初の登録者10万人目指しておりますね。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、せっかくね、こちらの、ヒーローの本、ただなのでね、こちらをね、ゲットしていってね、資源狩りとかね、いろいろやっていきたいなと思います。さあ、ということで、早速ね、もらっていきましょう。ヒーローの本、こちらゲットしていきまして。いや、ありがたいですね。呪文の本も、まあ、325円目。どうしよっかな。まあ、とりあえず、これ、この間、廃課金してたんで、エメラルド腐るほどあるんで、これでね、マジックアイテムですね。呪文の本と、ヒーローの本ゲットいたしました。で、からのよ。なんとね、私、ケイスケ、こちらタウンホール11のアカウントですね。はい、ウォーデンがあともう少しで、完走できるんですよ。なので、エメポチしちゃって、でからの、こっからですよ、ヒーローで、グランドボーイね、レベルマックスにしてって、で、ありがとう、スパセル運営さん。はい、これで、ダウンホール11、グランドボーイでレベルマックスになりました。よいしょ。これで、あとはね、ボン、ババキンだけですね。ババキンが今、レベル45にアップグレードしているんで、結構ね、このタウンホール11のアカウント、9月あたりに、タウンホール9から10に早上げしてって、で、マグマ壁乾燥しちゃったね、11に早上げしてったっていう形なんですけども、もうおよそ4ヶ月ほど、まあ、廃課金もしたんだけどね、廃課金もしたんですけど、結構村育ててきて、あとはもう大砲、アーチャータワー、トラップみたいな、あとはババキンみたいな、それぐらいの育成スピードになりましたからね。はい、じゃあ、そして、生き生きした毎日アカウントの方もですね、これね、旅商人がヒーローの本、ゲットいたしまして、どうしようか、アチャクイが今、もうすぐレベル40、で、ババキンが、もうすぐ39になりますんで、で、かつ、しかも、はい、こちらですね、9月にタウンホール8から9に早上げして、で、からの、10月あたりか、じゃあ、9月頭に、こう、10に上げたっていう、形になりまして、もう、およそ、4ヶ月とかで、タウンホール8から10完走、今できちゃうの。やばいな、これ。なので、じゃあ、そしたら、ババキンをもうエメポチしちゃって、で、からのダクエリ、あ、ダクエリが足らない。ダクエリが足らないんで、ダクエリのルーンとかもないのか、足らないのか、じゃあ、資源狩りとか、必要なんだけど、やべえ、無駄にエメポチしちゃった。はい。じゃあ、そしたら、ニャースキャーカですね。タウンホール12もヒーローもね、乾燥しちゃって、季節乾燥、あとは壁のみっていう形なんですけど、こっちの方もね、一応ね、ヒーローの方、ただゲットしておきましょう。そうですね、タウンホール14がやってきたら、本館のタウンホール13は14に上げて、で、このタウンホール12はね、13に上げるっていう予定なので、まあ、それのために、控えでね、もらっておきましょうか。で、本赤の、はい、ケースキャーカですね、タウンホール13のアカウント、こちらも、あ、ゲットできない、ゲットできない、マジか。マジか、ヒーローの本は3冊もある。ヒーローの本俺3冊もあった。パック買いすぎて、ヒーローの本が3冊あるっていう。そんな形になっちゃいましたね。これ、別のアカウントにマジックアイテム移すとか、なんかね、あげる機能とかなんか欲しいなって今、初めて思っちゃいましたね。なんかバトルマシーン使えないかな。まあ、バトルマシーンもこっちもね、多分ビルダーホールね、もうフルカンストしてるんですよね。フルカンストしてるんで。あー、こっちはゲットならずっていう形になっちゃいましたね。はい、じゃあそしたらですね、ダクエリ、生き生きした毎日アカウント、タウンホール10のアカウント、もうババキンもね、もうすぐ完走しまして、しますんで、もうね、あとはヒーローだけっていう形になりますんで、ダクエリ化石の方、ちょっとやっていきましょうか。編成に関してはね、こちらね、ベビドラ、ライトニングドラゴン編成ですね。以前動画でご紹介してるんですけど、1セットにつきもう4回資源狩りできちゃうっていうね、そういう素晴らしい、
編成となっておりますので、これで稼いでいきたい。さあ、ダクエリポンプがいっぱいあるけど、ただね、ライトニングがね、10月のアップデートで、タウンホール10レベルの壁壊、対空砲壊すのに、あれなんですよね。結構かかるようになっちゃったんですよね。いや、ちょっと待って。てか、この動画内で8万ダクエリ稼ぐの、むずいぞ。はい、じゃあなんかいい感じにダクエリ外出しの、ところができたんで、ここもらちょっともらってっちゃいますか。もらってってあげて、ダクエリのたんまり、いただいていきましょう。ちょっとどうしよっか。このタイミングで、今日の動画で8万ダクエリ稼ぐまで終わりません。やる稼げるから、これ。で、これで OK、9万いったね。9万いったんで、まあ、美味しくね、いただいてっちゃって。で、タウンホールはこれ落とせるかな。タウンホールは、さすがにちょっとシングルインフィで落とせないんで、まあ、一回ダクエリもらっただけ、ありがたいと思いましょう。はいはい。じゃあ、こういうところのダクエリポンプをね、積極的にね、狙ってって、ポンプを買っていきましょう。ポンプを買ってって、これで、そこまで取れねえな。そこまで取れねえ。あー、2000ダクエリぐらいか。ちょっとしょっぺーな。さあ、ここ6000ダクエリもあるんで、美味しいんで、取っていきましょう、積極的に。サイドカットとかの方も、やっていきながら。さあ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 。で、ダクエリポンプをね、積極的に買ってってほしいぞ。取って、取って、取って、取ってね。ちゃんと取って、取るんだよ。取るんだよ。ダクエリが欲しいの、俺。もう今日の動画も、ちょっと動画的に、8万ダクエリこう、稼いでいかないと、ちょっときついぞ、終われません。8万ダクエリ稼ぐまで終われませんっていう動画になっちゃったから、OK、これで回収していってあげて、あとはちょっとトロフィー下がりすぎてるから 50% も狙っていかないと、ちょっとダメっすね。50% ちょっと狙って、しっかりとね、資源周りですね、施設周りを削っていってあげれば、さあさあさあ、これで、50% までつけていけるかな。 50% 周り、タウンホールはさすがに落とせそうにないんで、 OK、40% まで乗ってる。いいよ。で、ちゃんと削っていっておき、47%。さあさあさあ、もっと削れ、もっと削れ。あー、足りない。足りないが40。これで、9%? あ、8% か。8% になったんで。じゃあ、あとはこっち、大砲削っていけば、持っていけない。やべえ、ちょっとベビドラとか、いろいろ、ちょっと、出しすぎたな。どうだ、これ。さあ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 、これで、あ、OK、50% ついたで、撤退していきます。はい。なんとかですね。あれからね、数十分頑張りまして、ダックエリー、なんと、15万6000まで貯めました。エヴァオキン上げるまで、残り3000ちょっとですね。なので、ね、最後にラストにこちらの資源狩りを、やってって、皆さんに、タウンホールズのバーバリアンキング、レベルマックスになるところ、そこのね、喜びをね、皆さんと一緒に分かち合っていきたいと思います。いや、本当に疲れた。普通に黙々と、資源狩りやってましたよ。まさかこんなことになると思ってなかったんですよね、自分。もう普通にヒーローの方もらえるよって言ってね。で、ババキンレベルマックスにして、やったー、みんなもらうの、もらい忘れないように気をつけようで終わるはずだったのに、めちゃくちゃ撮影時間、時間かかりました。まさかの展開よ。あ、4215のところなんで、ここじゃあもうせっかくだからダクエリタンクを狙って取っていくっていうのを、ちょっとね、最後皆さんにお味噌で、お味噌でじゃねえ、お見せしていきましょうか。お味噌でしましたって。誰にこう感服してんだよ。まあ、いや、まあ、折ってって、で、こっからね、削りの方、やってって、さあ、で、ダクエリタンク、あとは狙うだけだ。あとはこっち方向、あ、こっちポンポンを狙ってくれると嬉しいね。いや、長かった、本当に。ちょっと最近時間取れなくてがっつり資源狩りできなかったんですけど、なんか動画撮影のおかげでがっつり資源狩りできたなっていうような、そんな気がしますね。なんで施設のカットをねしてってね、ここからダクエリあともうちょいあと3000、このダクエリタンクに全て入ってるかな。まあいいや、あと2000ちょっともらえればそれで良きなんで、削ってってもらいましょう。で、これでボムタバーを削ってんのからのマルチインフェも永遠に当たっていく。テスラがちょっと痛いぞ。継続ダミが痛い。おっと、ここでテスラがやったね。じゃあライトニングで折っちゃいましょう。テスラも。テスラも折っちゃって、もうこれがラストなんで、これがラストなんで、これで削ってって、いや、ソラスケルトンが邪魔だな。ソラスケルトンが邪魔。ちょ、タケチェンさ、ちょ、オッケー、取ってけ、頼む、これで6000、オッケー、16万いった、オッケー。さあ、ということで16万、いきましてだけですね。気持ちいいっていうところをね、皆さんに、お見せしていきます。さあ、バーバリアキング、着工していって、OK、回復速度終了、OK、びっくりした。で、からのヒーローの方を使って、OK、これで、バーバリアンキング完走しました。よいしょ。いやー、これは嬉しい。なので、
意外とまあちょっと課金したっていうのもあるんですけど、ゴールドパスとかね、あとはお得なパック買ったりとかっていうのもあるんですけど、まあ大体ゴールドパスを使っていけばもう大体8月あたりから始めて、で4ヶ月ほどでタウンホール10フルカーストにまでなるんですね。はい、そんな感じで今回のですね、クリスマス特別日替わりセール、なんとなんとヒーローの方が無料でもらえるよっていう動画お送りしていきました。いや本当にね、ちょっと紹介するだけの動画で終わろうと思ったら、まさかこんなに資源狩りするとは思わなかったんで、いや本当にね、数十分もう1時間近くかかった動画なんでね、皆さんこの動画面白かったためになったらってまでグッドボタンやコメント、あとねクラクラ実況をメインで日本人初の登録者10万人目指しておりますんで、ぜひとも登録よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。